こんにちは、森下です。今週デビューの POG 的注目馬、いきたいと思います。今週は、3つのレースを取り上げさせていただいたんですが、まず1つ目は土曜日、東京の 1800m ですね。ご覧の通り小等数に、なってるんですけども、ま、なんといっても一番の注目はこのケイブルグラムですかね、クラシック戦線に賑わせた、ルージュバックの弟になります。父マンハッタンカフェからディープインパクトに変わって、しかも国枝騎手といえば、まあ、海老名騎手、田崎騎手あたりですかね。これ、ムーア騎手を確保してきたっていうことは、かなり期待度は高いのかなというふうに思います。まあ、個人的にはですね、この馬を避けて、他のメンバー、逃げちゃったのかなという気がしますね。まあ、個人的に注目してるのはこのプラスロック。まあ、メテオロロジストなど、金コーナーが、まあ、結構持ってる、バンクの弟になります。まあ父がブラックタイドっていうところもですね、ちょっと穴っぽいなというところがありまして、まあちょっと某ネットサイトでですね、まあ一箇所くらいかな指名してるところがまああります。で、二つ目のレースいきます。はい、二つ目は、京都の土曜日 1600m。 まあなんといっても一番の注目は、レッドアバンセ、お母さんエリモピクシー、もうレッドアリオン、クラレントなどなど、もう3区はほとんどが走るという注目の血統ですね。ただ、販路での動きとかはですね、そんなに目立ったものは出ていないと。そして、まあ、所属の松坂騎手、乗せてきてますね。この辺が、まあ、将来性とか期待度的にどうなのかという、まあ、ちょっと深読みする要素っていうのはあるんですけども、まあ、一応注目かなと思います。そして、次にアバンダント、こちら注目してます。お母さんワイルドラズベリー、活躍馬ですね。これの初めての3区で、まあこれもルメール騎手確保してますし、将来性っていうのはかなり期待されてるのかなという気がしますね。お父さんのハービンジャーも、京都コースは、やたら活躍してますね。この辺も面白いのかもしれません。で、3頭目がですね、この赤字になっている、戦勝レーナ、まあ、お母さんブルーリッチリバーっていうのも期待度的には高いんですけども、おそらくちょっとわからないんですが、馬主さん、中央競馬初めて所有される馬がこの馬のようですね。ちょっと違ったらごめんなさい。それでですね、まあ血統的にも笹田厩舎とは特別縁がない血統ですね。で、まあ武騎手確保していると。で、調教の動きもそこそこいいということでですね、人気がレッドアバンセになるとは思いますので、この馬の単勝から攻めてみると面白いかなという気がしますね。戦勝レーナ、ちょっと覚えておきたいと思います。そして3つ目のレース、ここはですね、本当に 2000m 日曜日、両決馬揃いましたね。注目の一戦です。まず1番はこのホイヤーベルクでしょうね。ちょっと調教の動きとかはですね、正直いいものではないんですけども、雑誌とか、そういうもので ではですね、もう異形調教師がサラブレッド、別次元のサラブレッドなんていう表現を確かしていたと思うんですけども、人気とかそういうのはかなりすごいんじゃないのかなと。で、ムーア騎手確保というあたりがですね、まあ、人気をかなり煽る感じにはなるのではないかなと思います。ただし、勝つのは、シャイニーダスト、これも武騎手になるんですが、この馬かなと正直、思ってます。ディープインパクトスプリングネバー、このスプリングネバー3区はですね、大卓バートラム、それから大卓リーバーの弟になるということですね。ちょっと若干古い血統なのかもしれないんですけども、調教の動きとかですね、個人的にはかなりいいというふうに判断してますので、馬券はこのシャイニーダストから行きたいと思います。そして、フォイヤーベルクと同じくらい人気しそうなのが、リー・オンディーズ、キング・カメハメハとシーザリオ、まあ、エピファネイアの弟になります。こちらも岩田騎手確保して、もう万全の体制かなと。ただこちらもですね、フォイヤーベルクと同様、調教とかは、さほど目立ったものは出ていないと。まあ、この2頭がですね、それほどいい動きを見せていないというところが、私的にはシャイニーダスト狙い目かなというふうに、正直思ってます。他にもですね、このミガット、これはオーケンブルースリーの妹ですかね、
と、あとはお母さんジョリーダンスのワークショップ、この馬なんかも、注目度は高いかと思います。今週は、3個のレースをですね、取り上げさせていただきましたが、どれも、非常に注目の一戦かなというふうに、思ってます。それでは今週の POG 的注目は以上となります。